皆様、本日はものづくり匠の技の祭典2022にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより東京都和裁技能士会による着物の構造と和裁の基本技能運針と裁断を実施いたします。本ステージでは東京マイスターたちが一旦13メートルもの布地を裁断して着物の形を立体的に見せるとともに、手縫いで仕立て上げる和裁の基本技能運針と裁断の実演を披露。日本が世界に誇る着物文化、その極まる和裁の匠の技をご覧ください。実演いただくのは東京マイスターである上野明さん、古尾谷和美さんのお二人です。それでは早速東京都和裁技能士会の皆様にご登壇いただきましょう。はい、和裁の匠の皆様よろしくお願いいたします。それではここからの進行は東京マイスターの高橋紀子さんにお願いしたいと思います。高橋さん、まずはステージの見どころや匠の技のポイントなどについてお聞かせいただけますか。はい、先ほどご紹介いただきましたが、着物の生地は13メートルほどの長さで、今日は裁断される前の状態を舞台上いっぱいに広げて、どれだけの長さかご覧いただきたいと思います。で、和裁の裁断は直線のみで切っていくのですが、その1枚の生地がどのようなパーツに分かれるのか、着物の構造についてのお話や、裁断の時に生地の横糸1本を切っていく匠の技と、仕立てる際の基本技能である運針の巧みなさばきをご覧ください。はい、ありがとうございます。それでは本ステージでは特別な進行アシスタントにお越しいただいておりますのでご紹介しましょう。吉本興業所属のお笑いコンビゆったり感のお二人です。どうもこんにちは。どうもこんにちは。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お願いします。ゆったり感と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。温かい拍手で。ゆったりかのお二人よろしくお願いいたします。お願いいたします。今回は和裁の匠のステージということですが、はいはい、和裁の世界の知識、また体験したことなど、普段お着物とかはどうですか？着られてますか？いや、全くその着ないですね。本当に和裁という言葉も、うん、本当にご近所に住んでる和裁さんっていうおばあちゃんしか知らないんで。和裁さん、その初めてに触れ合うんで、はい、もう皆さんその、うん、なんていうんですかね、知識が全くない状態なので。そうなんですよ。だから皆さんとご一緒に学びたいなというのもあります。そうですね。ではご覧の皆様と一緒に和裁の匠の技の魅力に迫っていただきたいと思います。いいんですか？はい、それでは和裁の匠の技をじっくりとご覧ください。はい、それでは舞台上いっぱいに反物を広げていきたいと思いますが、生地がとても長いので、ゆったり感のお二人にもお手伝いいただいてもよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。なんなら匠の技を盗んでやろうかと思って。ぜひ盗んで帰ってください。ありがとうございます。技術を。わ、僕らは何を手伝えば？途中をちょっと持っていただいていいですか？はい、これ舞台上いっぱい広げてもまだ広げきれないぐらい長さなので、はい、こんな長いんですか？はい、でちょっと間のところをはい、お持ちいただいて、少し下がっていただけるところまで下がっていただいて、はい、おー、すごい。はい、こちら13メートルほどある、もうちょっと反物なのですが、こちらちょっとまだまさかのこっちに画面に映らないぐらいですね。着物ができるってことですか？そうです、この1枚で。はい、かで、私も今日ちょっと同じ種類の付け下げというセミフォーマルで着れる、はい、着物を着てるんですが、はい、こちらに柄があるの見られますでしょうかね。とびとびに、はい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 、でこういったのがお袖のこちら、左袖だと前とか、右袖だと後ろと身ごろっていうところに、くる柄になってます。はい、あ、綺麗です。小槌とかなんかめでたいアイテムというか。そうですね、ちょっとしたセミフォーマルで着れる着物になっています。はい、はい、じゃあありがとうございます。
はい、こちらの後ほど裁断引き続き、こちらの反物でしていきたいと思いますが、はい、ちょっと巻いていただいて、ちょっと巻き方が差がありますね。巻くのも相当な技術ですよね。こちら巻くのプロです。そうだ、あ、巻くの巻くプロ、巻くことのプロなんですか。なかなかこれも慣れないと難しい。絶対難しいですよね、はい、確かにこのちょっと揺らしながらっていうのコツなんですかね。これそうですね、生地がやはりちょっとだんだん緩んでいくとこうふんわりになってきてしまうので、もう上野さん巻くのプロ。巻くのやめたじゃないですか途中で巻いた方がいいですか。あ、いや、巻かなくていいですよもしよかったら僕巻きましょうかはい、それでは初めに、はい、上野さんが、裁断の方を書いていきたいと思いますが、裁断、はい、裁断、この反物を8つのパーツに切り分けていくのですが、はい、とても細かい作業なので、まあ、ちょっと後ろから覗いてご覧いただきたいんですが、はい、まず初めに反物の生地の横糸1本をちょっと切る匠の技をご覧ください。はい、なかなか本当に糸1本切るっていうのがとても難しい。糸1本っていうのがまだピンときてないんですけど。そうですね、生地ってあの横糸縦糸ってあるのは大体分かります、はいはいはい、でこちら着物の反物の生地も横糸がこう通っていまして、はい、それを切る際にこの横糸に沿ってちゃんと切っていくことによって、着物は後々また、パーツに切り分けて縫ってきた後にももうまたもう1枚の元の1枚に戻せるという風に仕組みになっています。なのでこの本当に横糸に切って剃るっていうのがとても大事な、はい、これ見てる皆さんもこういうことめったに見れないんじゃないですか。そうですね、お客様に届くときにもう形になってますので、うん、ね、そうですよね。いいですか、はいはい、それでは横糸1本お願いいたします。多分上がっていただいても結構あ、ね、大丈夫ですか。なんかなかなか手元をちょっとね近づいて覗いていただいて、カメラさんのちょっと見て皆さんもこの横のこれがこっちが縦でこっちが横なんですけど、はい、横の折ってある糸ですね、折ってある糸を1本だけ切っていきます。うわっ、あ、すごい、手が手が震えてる。え、すごっ。いや、うわ、綺麗。一本だけ切れていっている。すごい。皆さん、これすごくないですか。すごい。皆さん、一本だけですよ。すごい。いや、すごい。いや、匠の技。これね、台が白なんでめちゃくちゃ分かりづらいんですけど、ただただすごいですわ。でも本当に。うわ、すげえ。うわ、すごい。はい、そうですね、この残った糸1本が出てるので分かると思います。これをね、で、こうして切っていく感じになります。裁断はこれいただくこと大丈夫ですか。この1本、はい、大丈夫です。これ途中で切れちゃう。これでございます、皆さん。いや、もっと分かりづれえだろう分かりづれえだろう、ここでカメラさんをやってくれてんだから分かりづれえだろう。はい、それでは、こちら今ちょっとお袖の部分を1枚ちょっと裁断していただいて、はい、いきたいと思います。いや、すっごいな。ちなみに今1本のやってたじゃないですか、はい、あれって大体どれぐらいでできるようになるんですか。どうですか、上野さん個人差はあると思いますが、はいはい、そうです、やっぱり何年もかかるんじゃないですか。何年もかかるんだ、うん、そりゃそうだよな。実際にはさっき1本だけ切ったんですけど、はい、実際にはどこを切るにしてもやはり横糸の糸を通して今からお袖を切ったりするんですけれども、はい、その際にもあの我々その横糸のことを地の目というんですけど、はい、地の目に沿って切っていきます。上野さんがめちゃくちゃ説明してくれるんですけど1回も目線合わせてくれなかったです。いやいや、集中してるんだよ。多分最後には目を合わせてくれるんじゃないかと思いますのでいやいやいや、お見合いじゃないんだからうわ、すごい。うわ、綺麗だな。一直線、すっげえ。これ繊細だな。すっげえ。はい、今お袖切り、じゃあ次に身ごろをお願いします。身ごろ、はい、身ごろは前身ごろと後ろ身ごろが1枚でつながっていますので、はい、とても長い
長さになります。だいたい感覚でやってるんですか、それと本当は何センチとかちゃんと測るんですか。あ、測ってます。測るのは測ってる、はい、今日はちょっともう印をつけて、今日は測ってないだけで、はい、時間上の関係により、あ、なるほど、印をつけてあります、はい、うん、あんまり余計なこと言わない方がいいんですか。そうですね、そうですね。ただお前は畳の上で見とけ。お前黙ってろってことですか。お仕事奪えないですから、質問をいただいて上野さんに、はい、はい、わ、すごい、はい、で今、袖1枚、身ごろ1枚で、はい、先ほど8つのパーツに切り分けられるということで、うんうん、ちょっとお時間ちょっと今回足りないので、はい、ちょっと引き続き裁断していただいて、はい、こちらの運針の方で、はい、ちょっとお二人にも体験していただければなと思いますので、こちらにどうぞ。はい、皆さんありがとうございます。こちらでは失礼します。何をしてくれるんですか。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、はい、お邪魔します、お邪魔します、はい、じゃあせっかくなので、はい、今日はゆったり感のお二人にも、はい、運針という、運針、はい、和裁師にとって一番基本的な、はい、技術をお教えしたいと思います。はい、はい、あ、ありがとうございます。いいですか。ですね、座り方なんですけども、はい、関東は男仕立てって言いまして、こう、はい、あぐらをかくんです。あぐら、はい、はい、すいません皆さん、いいですか。そうか、あ、これがもうちゃんとしたスタイルだったんですね。そうなんです。ただただこれでいつもあぐらかいてたわけじゃなかった。そうなんです、はい、失礼しました。これでいつも私たち仕事してます、はい、それでは、はい、まず指抜き、はい、こちらあるんですけども、指抜きはですね、こちらの右手の中指、はい、はい、はい、この第一関節ですかね、入りますか。用意したんですよ。どうやら指太いな。ダメらしいですね。ダイエットをしなきゃっていう。太いな指が、はい、はい、こちらに、はい、やります。いきました。もう僕はこの時点で脱落ってことですか。すみません、すみません。用意が足りませんでした。あ、そうなんですね、はい、しゃべるな言われるし、 こで、うん、これがまず第一関門。じゃあ江戸土田さん、はい、いきましょうか。わかりました、はい、それではこちら針がありますので、本当に脱落なんです。すいません。皆さんもこれが入んなかったら脱落ですから、これ勉強になりました、皆さんもこれ入るようにしてください。あれ、まさかの、いけます、いけます、はい、はい、じゃあからまず針の持ち方からあります、ね、はいはい、親指と人差し指、はいはい、そしてこの指抜きした指をですね、この針のお尻、お尻、はい、はい、この針穴の方ですね、はい、ここに当てる、これが基本フォームになります。こういう、そうです、そうです、こういうことですか、はい、はい、当てました、はい、すいません、はい、お客さんからいただいたんですけど、はい、もう先進んでてもう出遅れたんですけど。まさかの。じゃあもう一回いきましょう。差し入れ、 ありがとうございます。はい、持っていただいて、はい、親指、人差し指を、はい、こうやって糸を、針をつまんでください、はい、そしたらこの指抜きした指抜きをこの針の後ろに当てます。はい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 、運針は必ずこの指抜きに針を当てて縫ってます、はい、はい、それでは実際にちょっと私縫ってみますので、はい、まず1本ちょっと縫ってみます。これ針持つのもちょっと難しい。そうなんです、そうなんです、これ固定するのが結構むずいっす。そうなんですよ、はい、今の基本フォームですね、はい、親指、人差し指でお尻に当てある、はい、そしたら今度こっちの左手はだいたいこれぐらいの感覚ですかね、最初で、この間の布はピンと張ってください、はいはいはい、そしたら1、2、こっちの左手 を動かすんですね。そうなんです。1、2、1、2、進んだら親指と人差し指をまた針よりもちょっと、うわ、すっげえ、もう一回いきます、はい、1、2、1、2で針がこう遠くなっているのでまたここに持ってくる、はい、1、2、1、2、1、2、そしたらまた持ってくると、こういう風にして進んでいくんです。わー、すごい、すごい。これをいつの間にだんだん慣れてきますと、はい、ちょっとペースアップしていきますね、はい、
この親指と人差し指を。これ目の錯覚で 動かしてるだけとかじゃないでしょ違います。一応針も進んでますし、実は縫ってませんでしたじゃないですか。縫えてるところを見せますね。うわすげえ、ね、う高感覚ですね、はい、これ手でやったってすごすげえ。それであぐらをかいてるんで、ここの足、はい、はい、私やってるんですけども、ここに必ずこの布をやってですね、こういったスタイルで縫っていきます。なるほど。うわすごい早っ。こっちの手の振りの振り方によってこの針目が変わっていくんですね。こう細かくやれば細かい針目。うわこんな早いんですね。はい、うわちょっとお二人とも生地 やってかしこまりました。ててもうずっと待ってる間この手だったんでもう手がなんかありますよもう確かに小指が立っちゃうんですけど、はい、私これでみたいな感じですね今日はあのこれが見に来てるんでみたいになっちゃうえこれ でこれぐらいの幅で。そうです。まずちょっとこう針を入れてセットしてみてください。え難しいですね。むずい。いきなりは一発目から無理ですね。もう一回いきますね。もう普通に刺しちゃっていいんですか、こうやって。はい、うわこれがスタート。はいはい、あ、違う。1、2、布を動かす。あ、あれ、こうでしたっけ。そうです、そうです。あ、そうです、そうです。あ、痛い、すいません。中指に。いや、これあの見てる方もう僕のやつで笑ってるんですけど、はい、皆さんもできるんですかこれ先ほどでも体験された小学生でうまかったですよ、それが天才子供だっただけでいやいやいや、だって最初の1個目がもう入れ方がこれでいいのか。いきますよ、うん、その小指が危ない。あの小指気になるななんかマジで進まないです、うん、針が。そうですね、もっとリズミカルに1、そうなんです、1、2ですよ、ね、お前できてんのかよ、だって、はい、いや俺はバッチリちょっといきますよ。最初はですねなかなか難しいんですけども、はい、本当コツはあまりこう針目を気にしないでこの動き大胆に。そうです、もう自分を信じていく。そうなんです、リズムを。やっぱ迷いが良くないってことですよね、うん、そうです、そうです。この布を動かすっていうのに慣れたら、はい、1、2、1、2 1、2。昔リンゴの皮むきするときに、バイトしてたらリンゴを動かせって言われたのと全く同じ、はい、同じかもしれない。一緒にお前よ違うだろ。分かり合います。分かり合います。さすが和美さんありがとうございます、はい、名前呼んでいただいて。下の名前和美さんそう難しいよね。そうなんです、これでも本当に針に糸でも、ね、通らないとこんなに受けるんですね。やっぱりこの僕も高校の時家庭科100点満点で9点だったんで。いや絶対無理だ。そこが今この何もできないのがいやもうこの俺を映すのやめてくれ、もう恥ずかしいそろそろ終わりにしましょうかねすごいわこれ、無理だわ。難しい、だってあんな高速に動かしてこの一定のリズムで同じ幅が。これもう一回見てくださいよ。じゃあもう一回そこだけ。すごすぎるわこれ本当に巧み。だからこれはもっと細かくすることもあるってことですか。もちろんそうです、はい。はこれがそういう一番初級編というか。そうです、基本中の基本。これができないと和裁は何もできないので。すごいなんかパパパパンっていうそのいつもの速さみたいな感じで。えそんな速いんですか。もう正直うわうわうわ、この動向を見ててあのミシンの縫い目とかもこうやって折っていくじゃないですか。それが手でこんなに正確にミシンよりも正確。毎日すごくないですか皆さん。毎日毎日縫ってますんで。うわこれもう本当丹念ですね。丹念、はい、すごい。こういった感じで、ね、毎日縫っております。匠も僕の方全く見なくなっちゃった。はい、ゆとりかのお二人ありがとうございました。どうもありがとうございました。すごいわ、やっぱり面白いものを見せていただきましたありがとうございました。いや面白いものを見せてくれたんだよ君は。真剣にやってあれだったんですよ本当に。お客さんありがとうございます。すいません
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、すごいわ。なかなかこの運針っていう作業で、はい、この1枚の着物を手縫いで縫うということで、はい、もう何十メートルも縫うっていうことに、うん、はい、なるので、やっぱりスピードとかも必要になって、うん、あ、いや確かにそうだな、うん、はい、では上野さんの方の裁断終わったようですので、少しちょっとパーツどういった形に分かれているのかを見ていただいて、はい、上野さんサボってなかったでしょうね。サボってねえよ。途中ちょっとサボってました。あ、途中サボってたんですか。まず、はい、まず袖が、お袖2枚袖が2つあります。あ、袖になる。はい、こちら、そうですね、私今着てる袖、両袖、はいはいはい、はい、で身頃が先ほど言った前と後ろがつながっているので2枚になります。それぞれ左の身頃、右の身頃と1枚ずつ、はい、これで4枚になります、はい、で残りの4枚はっていうと、1枚、前身頃がここ、前身頃と奥身という部分で縫い合わせてあるので、こちらの生地が、縦に直線に立っているんですが、こちらで2枚で、残りが襟ですね。襟もちょっと地襟というのと、その上に掛け襟という生地がかかっていますので、はいはい、こちらも2枚になります、はい、で合わせて8枚になります。合わせて8枚、はい、でこちらをちょっと中央にある意向にかけながら、どういったパーツにどこに来るのかっていうのをちょっとご覧いただきたいと思います、はい、うわ、すごいな。もう1枚から出来上がるっていうのを僕知らなかったですから。そうですね、はい、着物はやはり一度着て、また洗い針というこう業者に出すんですが、また1枚の反物に戻すため、こう直線立ちで立っていることによって元の1枚に戻せるという、昔ながら の日本のエコな感じになっております。なんか手伝いましょうか。あ、じゃあお手伝いちょっといただいて、身頃を先に、かけていきますが、左の身頃、こちら着物を着た時に一番上に来る身頃なんですが、はい、ちょっと柄とかがあるのが前見ていただいて分かりますでしょうか。あ、綺麗。はい、着た時に一番ね見えるところに来るので、はい、膝のあたりとか膝下あたりに柄が来ます。で、右身頃、右身頃は重なるともうほとんど見えないので、だいたいあまり柄がついてないものだったり。なるほど。今こちらもそうですね。右の身頃の方は前は柄はないですね。ちょっと後ろにはあるんですが。なるほど。ちょっとチラ見して見えないおしゃれみたいなのもありますもんね。そうですね。はい。違ったみたいです。余計なこと喋らないでもらって。失礼しました。もうその二人とも喋るなって言われたらもう終わりですから。いや、でもこの匠の技、こんな間近で見れるっていうのはもうすごい。なんかよく着物屋さんとかでこういうの見ますよね、うん、そうです ね、こういった状態でかかっているものもあるので、うん、出来上がりが想像しやすいですよね。いや、だから素人目 で、はい、なんで何やってんだろうって、洗濯干してるみたいな感じなのかなって思ってそうですね、吊るされてる感じ。それはやっぱパーツごとにこういうふうにやってるんですね、はい、で今、フロエさんが持っていただいているのが、はい、左の身頃の奥身という部分なんですが、うん、前身頃の下の方に柄があるのと、はい、奥身の方にも柄があるんですが、はい、そちらの柄と柄は絵がつながるように、縫い合わせるようになっています。なるほど、はい、なので、裁断の時も裾もその柄が合う位置に合わせて裾が揃うように立ってあります。なるほど、そういうことか、はい、切る時にそれ計算して切ってるってことですよね。そうですね、すごい。で縫う時にまたその柄を見ながら合わせながら縫っていきます。これ合わなかったりしたらもう一回その1枚に戻して切ってくれみたいなことってあるんですか。合うように縫います。合うように切ります。はい、素人黙ってろお前お前が言うなよ合わないようになることなんてないんだよお前が言うな、小指立ってたやつが。二度と喋るなお前もな。それでは次に、お袖失礼します。はい、左袖こちら、あ、左袖、上前袖、左袖、はいとも言いますが、こちらは、前の方に柄があるんですね、はい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 、着た時に。で後ろの方にはそちらはないとは思うんですが、後ろには、ね、柄がないですね、はい、で右袖、こちら下前袖とも言うんですが、はい、後ろの方に柄が来るようについてます。で、昔、日本の方みんな右こうやってることだ、
はい、三味線とか弾くときに、こうやったときにあの見えますよね、柄が、はい、はいはいはい、そういった関係でそういう柄付けになってるんではないかなと、はい、素敵な計らい。わこういった薄い淡い色合いだとすごく上品な、はい、セミフォーマルな場所にも着ていただける着物になっております。でこの後にあの襟、ちょっとあの立体的に見せるためにいつの間にそんなことしたんですか、上野さん。上野さんがセットしていただきましていつの間に、すごい、こういうふうにあの襟が2枚ちょっと前の方から見ていただくと、はいはい、2枚ついてるの分かりますか。はい、はいはい、こちら上についているのが掛け襟といいまして、まあ、襟元ってすごくあの女性汚れがつきやすいんですね、はい、ファンデーションとかついたりとか、はい、そういった時にあのまたあの地の襟の長い方の部分がちょっと切り替えて縫い替えたりでもできます。はい、柄がない場合考えられてんだな。はい、こういった形に8つのパーツに着物は分かれてます。はい、はい、いやすごい、すごいです、ありがとうございます。で後ろにすいません、一応かけさせていただいたのがこちらはあの婚礼衣装、花嫁さんが着る白の、はい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 、打ち掛けで、あちらが披露宴とかでお色直しとかでね、あ色打ち掛けになっています。はい、でこういった形に、まあ、ちょっと普段着とは違うんですけれども、こういったようにお袖縫って身ごろとっていう感じで着物の形に、こういう、お着物も本当にこういう感じで作ってるってことですか。そうです、全部。ちょっとまたこういった衣装だと裾の方があの赤い部分とか太いのが見えるので、ちょっと綿とか入っていたりと、ちょっとまたそれは特殊な技術になってきてはいます。はい、本当だ、裏の返し。お二人がタッグ組んでというか、その古尾屋さんと上野さんでもう何年も一緒にご一緒にやられてるって。一緒に、あの息ぴったり、さっき襟をこうかけるときにもうスタンバイ OK だよとお二人が目があってゆっくりうなずいてたんで、なるほど、あうんの呼吸というか、行くぞ風呂屋、俺は行くぞと上だから、裏でね二人ともなんか失敗すんな的ななんか圧の掛け合いしてたんですよ。どっちが失敗するか、ね、今日はでもあのお二人うまくいったんじゃないかと思います。あっちり、いやすごかったら、すごかったです。はい、すごい。以上、他に何か質問ありますかって言われて、いやもう他に聞くことって言ったらもう好きな食べ物なんですかだけなんで、いやどうでもいいわ、もうあの本当にこの、うん、もうちょっと体験しただけで、うん、こんな、もう正直素人目からしたらまあこれぐらいいけるだろうなんて思いますけどまあ無理だったわけじゃないですか、1個から。確かに体験して、これって本当にやっぱ職人さんっていうか、うん、やっぱその日頃からの鍛錬、集中力、そういうのがすごいやっぱ積み重ねての技術なんだっていうのがすごい目の当たりできて、本当あの勉強になりました。ありがとうございます。しました、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。見事に1枚の布地が立体的に仕上がりましたね、うん、すごい。高橋さん、それでは最後にまとめのご挨拶をお願いいたします。はい、今回ご覧いただいた運針・裁断は和裁の基本の技術ですが、実際に着物を仕立てる際にはさらに高度な技術を用いて一枚一枚心を込めて仕上げています。和裁という古くから伝わる生地に優しい縫製技術に少しでも興味を持っていただけましたでしょうか。私たちは Facebook ホームページで和裁技術や着物に関する情報発信、また一般の方々からの質問にもお答えしておりますので、ぜひ東京都和裁技能士会で検索してみてください。ありがとうございます。本日ご覧いただいた、あの運針ですが、会場内の和裁ブースでもその場で運針体験ができるキットや、やった、運針の仕方と浴衣の作り方の DVD なども販売しておりますので、はい、ご興味いただけたましたらお立ち寄りください。ご来場の皆様、配信でご覧いただきました皆様、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。この後はあれですよね、この来場に来てくれた人を残しでこの着物じゃんけん大会ってことですね。いや、営業じゃない、お笑いライブの営業じゃないんだからあ、もらえない、じゃんけん大会はしないのよさあ、改めてゆったりかのお二人、はい、実際に体験もしていただきましたが、はい、いかがでしたか。いや、これもう本当に、なんて言うんだろう、おごそかというか、なんて言ったらいいんですか、おごそか、なんか繊細でね、これ日本の伝統文化なので、うん、我らみたいなやつは
いない方が良かったんじゃないかっていう風にも思えてきました。いや、それ感じれてよ。これぐらいすごかったっす、はい、匠の技を実際に体験していただいて、その感想も、はい、言っていただいたので大変ありがとうございます。でも細かいところで配慮があるんだなっていう、一つ一つもう優しさの塊、まさに日本人で良かったと思いました。いや、ありがとうございました。誰からも拍手来てないぞ。改めてゆったりかのお二人もありがとうございました。東京都和裁技能士会の皆様、ゆったりかのお二人ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞご講談ください。ありがとうございました。